はい、どうもセリカです。もう6月1日になりましたのでログインをしてます。ご褒美祭りのスケジュールが1ヶ月分出てるっていう感じですね。あ、来ました、青パスもリセット。なんとなんとプレミア青パスで報酬がグレードアップ、レアスキンロボハリネズミを手に入れるチャンス。絶対違うけどね絶対違うけどね、カエルにしか見えないんですが、ロボだからまたなんか頭に丸いのついてますけど、カエルが来ました。カエルスキン3つ目ぐらいかな、カエルスキン。ちょっと苦手な感じですけど、これはなんか可愛いですね、キャラクターみたいな感じで細かい報酬はまた見ていきたいと思います。あ、わーすごい青ジェムショップに新スキン、新ペット登場。なにこれ、クラゲかで、ペットが羊みたいな感じ、なんか茶色めの羊。青チキ出現率とスケート出現率と、来ました、久しぶり、リザルトの獲得青ゼにアップ。ガスマスク欲しいですよねガスマスクとか3倍とか欲しいですよね。あ、今日からですね、期間限定パック販売開始、レベル15未満の初心者様限定のお得用パックが販売されるっていうことと、ガチバトルで使えるスキンセットが販売されるっていうのが今日からっていうことですね、確か。あなんとかギリギリ滑り込みましてレインボープレートゲットっていう感じでございます。はい、ログインボーナス受け取って、ショップと青パスをちょっと確認をしに行きたいなと思います。あ、今日いいですね、ちょうど7777枚、ありがとうございます。ちょっと試練やってたのでお米ちゃんなんですけど、ショップですよね、スキンショップじゃなくってジムショップの方で、あ、ここですね、レインボークラゲえ、可愛いんだけど、顔なんか可愛いですね、お口もちょっとほっぺの点々も可愛い。頭の何ですかこれ、あのクラゲのあれか、なんか透けてる、あのなんていうの、お花形みたいな。なるほど、あとは虹の卵でメイレイン、羊じゃなくてもメイと呼ばれる青チケとスケートとリザルト青ゼにアップ。この子は使えそうですね、ぜひゲットしたいなと思いますが、こんなもんか、虹の卵のラインナップって。こんなもんか。100ジェムですもんね。100ジェムまあまあ大きいですが、今回、ま、ちょっとだけ引こうかな。あのジェム少し余裕があるので、と思っております。そのぐらいかな。スキンショップもそうですね。あれ、セットはどこで売ってるの？初心者セット。スキンショップじゃないのかな？ジェムショップにもないですもんね。どこかに売ってるんでしょうか？ショップじゃなかったらどこなんだろう？ちょっとまた確認しながら進めていきたいなと思います。ないよね。ないないない。はい。そして、青パスがゼロクリアになってリセットされたので、また青銭と青玉を無課金で集められるっていうのと、プレミアで課金をしますと、ジェムがたくさんと、これも青旗の時のガチャですね。バーン系が来てるっていうことで。ロボ、カエルロボ、ちょっと可愛いですね。絶対ね、ちょっと大きいんですよ。この画面で見てるより多分、購入して使うと、一回りぐらいなんか、大きいイメージがあるので、割と大きめのカエルなのかもしれないんですが、なんか足とかやばかったですよね。ワード何これわかりみが深い。なかったっけこのワード。ありそうでなかったのか。なかったかもしれない。ブラックバーンも来てまして、青ジェムいっぱいと。僕らは Z 世代。やっぱ Z 世代狙いのワードなんですね。今までもずっと。どう考えても。JK とか高校生向けのワードが多かったので、ペットも見れないのかここからは。なるほど、あとはカエルと進化の書が610円で一月ちょっと豪華に報酬がもらえるっていうことですね。はい、売ってなかったな、どこにあるんだろう初心者セットはどこですか？どこにいても書いてないですよね。初心者とかレベル15未満の人しか販売提示がないのかな。どっちにしろあっても買えないですもんね。ただガチバトルスキンセットは全員買えるはずなので、初心者に関わらずどっかで売ってるのかなちょっとまだ見つけきれてないんですが、はい、また確認したいと思います。ないですよね、ガチバトルのとこにも特になさそう。スキンショップにもね、なかったんですよね。まあいっか後でまたこちらも確認したいなと思います。うん、ないなさそう見つけられませんでした。はい、じゃあもう早速今回はレインボーのスキンをゲットして、ペットもちょっと回そうかな。前回回さなかったので、卵のガチャ、虹の卵ガチャも回してないので、とりあえずはレインボークラゲを1体ゲット入手しました。今回は全部レインボーという感じですね。
前回とかその前は一部レインボーっていうスキンだったんですけど、今回は全身レインボーですね。いや、可愛いな。顔可愛いんですけど、なんか言ってる感じ。可愛いな。はい。では、回そうかな。虹の卵久しぶりに。何回か見送ってますけども。お、ドッセイ来た、ドッセイ。5、6回フグ子フグ子はね、もうお腹いっぱいなんですよ、ずっと。フグ子100ジェムね、まあまあ大変ですよ。ゼリー起きた。いやね、10回以内で来てくれれば、1000ジェムで済むので美味しいんですけど、20回、30回回すのなかなかしんどいですよ、ジェムで。2、3000使うのは。きつい。このぐらいにしとこうかな。また様子見て、回したいなと思います。ワードなんだったっけな、クラゲのこのワード。あ、ゆらゆら漂うよ。かわいいな。じゃあちょっとこの子使って、あ、ペットちょっと外そうかな。で、動きやばくないこれ。やばい。ペットちょっと置いてきます。動きをね、見たいので。この左目のクラゲもかわいい。止まってるクラゲもかわいい。じゃあ早速もう100人サバイバルの方に遊びに出かけたいなと思います。かわいいな。いや、かわいいかもね。なんかもうこれからはレインボー部分が一部のスキンに変わっていくのかなとか思ったりもしてたんですけど、もうがっつりレインボーですからね。今日もし夜時間があったら、もしゲットされてる方が何人か集まれたら、今回もちょっとクラゲの子で、レインボークラゲでフレンドマッチなどやりたいなと思ったりしております。いや、かわいいね。大きさもかわいい。かわいいですよ。あ、かわいい。ウーパールーパーがお腹に埋もってる感じもかわいい。やば、嘘でしょ嘘でしょこの動き。後ろも嘘でしょ、これ本当にやばすぎないこれ。やば、想像と全然違った横。ねえ、なんでこうなっちゃった。前はいいですよ。向き変わる瞬間とかやばいね。やば。なんでこれ手がこんなになっちゃったの。下向きになっちゃった。ワードやばい。ワードやばいな、場所が。やばい、みんなに見られてる。はずい。なんか恥ずかしい。立派なスキンがいっぱいいる中で、動きやばくて笑われてそう。ねえ。何してんの、この人って思われ。いや、にゃーはやばいって。え、嘘でしょ、この動き。本当なの。いや、久しぶりに動きがやばいと思っちゃった。あ、やばいやばい。青切り来た。いや、やばこれ。やばこれ。あ、すごい。青切りの中はなんか夜の水槽みたいで、ちょっとキレ、いるいるいる。やばい、下もキレ来てるじゃん。やばい、遊んでて何も取ってないわ、ガスマスク。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。一応ね、私もこのね、結構いる。キャッ、待って。当たりなんてわかんなすぎて怖いわ、ドットオーニー。一応ね、エメラルドドラゴン的な動画を出す予定です。レース最終局面のをギリギリで撮影した分があるので、ちょっとレース終わってからのアップにはなっちゃいますけど、よかったら、やばい、こっちじゃない、こっちじゃない、ねえ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 。エメラルドドラゴンの動画と、このクジラスキンちょっと集まれたら、フレンドマッチしたいなと思ってるので、それの動画もぜひ楽しみにしてもらえたらと思います。いや、これ、雲にマジで当たりなんてわかんなくて、やばいな。やば。こんなやばいスキンある？久しぶりに動きやばいんだけど、これ。こう、なんで手を下にしたっていうさ、絶対横とさ、前とさ、動きやばい。ダメだ、笑っちゃう。やばいな、動き、横の動き。レインボーはどっちかっていうと、色は薄め。見て、これ、終わっているじゃん、ちっちゃいの。やばい、やばい。わかんない。いかん、ガスマスクない。息が吸えない。まあ、これはダメだ。いや、綺麗。頭とかほっぺがちょっとね、キラキラ光ってる感じはしましたね。やばいスキンですね、これ。笑っちゃうよ。やば、やられるとこんな感じ。はい、ということで、なんか一回離れて、もう一回青鬼オンラインに来たら、ポップアップが上がりまして、スキンセットの販売が開始してるっぽいです。ええって感じなんですけど、これガチバトルセットなんですよね。多分レベル15以下の方は初心者セットも同時に販売されてると思うんですけど、ガチバトルセットがお値段がまあまあすごいですね。ガチャ1回分ぐらいですかね。で、これが1日限定っていう感じなので、どうなんですかこれ。今カウントダウン始まってるんで、
1日経ったらまた別のスキンがこう販売されるっていうことなのかな。3時で切り替わっていくっていうのが毎日毎日続いていくのかな。下のふわっていうは固定かもしれないですけど、っていう感じなのかなと思うんですけど、これお値段の割に24時間が自分が買ってから24時間使えるんじゃなくて、もう3時から3時の間で24時間なんで、もう3時過ぎてすぐ買わないと24時間バッチリは遊べないっていうか夜中に買ったところで数時間しか使えないとか、早めに買わないとなんかもったいないっていうような感じはしますね。いい値段しますからだし、これ使ったとしてもガチ青逃げできるとも限らないので、相当なプレイをしないといけないというか、まあ、ちょっとね、ガチバトル人口がちょっと夜は減ってるっていう感じもしますので、まあ、これを購入された方はね、やっぱり夜も遊びたくなると思うので、ガチバトル人口の底上げとか、そういうのも含まれてるかなとは思うんですけど、へー買ってから24時間じゃないっていうのが、まあまあちょっと痛いのでね、なんかもうお昼ぐらいに買ったらあと3時間しか使えないとか、いうのがちょっとあるので、まあ買うなら3時過ぎて早めにとか、いう感じなのかなという感じですね。ホーム画面でしか販売はしてないのかな？ここにはないですね。なるほど。了解しました。はい。ということで、6月1日に、ログインをしましたところ、いろいろ切り替わっているということと、青玉も、ゼロクリアになって、あ、今度は運動会シーズンみたいのが、持ってないな。あ、持ってない。これは青玉も変わってるっていうことと、青パスと、スキンショップのジェムショップの方ですね、が入れ替わってるっていうことで、一応クラゲをゲットしましたので、またちょっと今日の夜、フレンドマッチできたら、ツイッターの方で募集して、集まれて撮影をしたいなと思ったりしております。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他にもたくさん動画を出しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして、なんかクラゲの動き面白かったんですけどという方、もしよかったら高評価のグッドボタン、またはチャンネル登録で応援してくださると嬉しいです。ということで、またぜひ見に来てください。それではまた、バイバーイ。